チェルカースイ、チェルカースイは、ウクライナの都市である。ウクライナ中部に位置する、チェルカースイ州の州庁所在地、また、チェルカースイ地区の地区中央となっている。ウクライナの首都キエフから南に、約180キロメートルの距離に位置する、ドニプロ川沿いの都市である。人口は2005年の統計で29万3300人であった。チェルカースイの日本語名は、 他のウクライナの多くの都市と同様に一定しておらず、文献によってバラバラである。公式名称である、ウクライナ語名としては、アクセント位置を表す、超音符を用いて、チェルカー水、超音符を用いずに、チェルカ水と表すことができる。また、水という表記を嫌う場合には、チェルカー詩やチェルカシで表される。かつてこの都市をハントに収めた主要国の言語でも、概ね、 チェルカスイと同様の音を表す表記が用いられている。ポーランド語ではと呼ばれ、チェルカスイと金書きされる。この名称は、四角ではウクライナ語名とほぼ同じ発音になる。ウクライナ語名を近似のポーランド語で表してもやはり、となる。日本語内でポーランド語名に順じて表記されることは、ほとんどないが、歴史上ポーランドの影響下にあった時期も長く、 ポーランド紙は使う文献ではポーランド語名で書かれる場合もある。ロシア語ではと呼ばれ、チェルカスイ、またはより簡略にチェルカッシと金書きされることが多い。日本で出版されている地図帳などではロシア語のを表すのに通常の美ではなくを用いる傾向があるが、この都市に限ってはチェルカスイと書く代わりにチェルカスイや チェルカスイといった表記を使用するのは稀である。また、ロシア語の実際の発音はウクライナ語の発音と大差あるものではなく、ロシア語名とウクライナ語名で日本語表記を書き分けることにそれほど厳密な意義を見出せるわけではない。特に、という表記は日本語の筒のような即音を表しているのではなく、発音は、とした場合と実用上変わらない。ウクライナ語名のロシア語近似表記は、 と表すことができるが、ロシア語名のもこれとほぼ同じ発音であるということができる。この他、チェルカシーといった言語特定不可能な表記も日本語文献では見られる。また、アクセント位置を示すのに超音符を用いる方法以外に即音を用いるという古い方法もあり、チェルカシスイやチェルカシー等の表記でもウクライナ語名ではないと断言できるものではない。厳密に、 何語名であるか特定することは難しく、チェルカー水と書いてあればウクライナ語名、チェルカシと書いてあればロシア語名、とは断じ難い。ただし、言語学的に信頼のおける文献であれば、ポーランド語の、という綴りが、チェルカ水以外に転写される可能性は、極めて少なく、ポーランド語名に限っては、比較的断定が容易である。なお、チェルカー水という名称は、複数語尾をとっており、 文法的には複数形扱いとなっている。チェルカーシーは13世紀に防御拠点となる軍事要塞として設立された。1286年にキエフ大公国の都市として設立されたとされるが、12世紀のクリミア半国の面繰り儀礼一世の書簡に枚が残されている。1384年の記録にリトアニア大公国家のキエフ公国の要塞都市として、 記されている。15世紀には地方中央となった。15世紀末にはタタール人に対する重要な反抗拠点となった。1532年にはチェルカースイは30日間にわたって続けられた。クリミア半国のサーデート儀礼一世率いる軍勢の攻撃に耐え抜いた。16世紀には再びこの地方の中心となった。1569年のルブリン合同では、 ポーランド王国の領域に組み入れられた。この頃、チェルカースイの人口の大半は、ウクライナコサックであった。そのため、16世紀後半から17世紀にかけて、モスクワ公国の公式文書では、当時のウクライナコサックやウクライナ人を、チェルカースイと呼んだ。この名称は、ウクライナコサック国家が、ロシア帝国に併合された18世紀以降に、 小ロシア人という名称にとって変わられるまで使用された。ウクライナコサックの反ポーランド闘争では、チェルカーイはその中心地的な役割を担った。1648年から1686年には、ウクライナコサック連隊の直轄地となった。しかし、モスクワ公国とポーランドリトアニア共和国との間で締結された1667年の、 アンドルーソボー母講和条約により、チェルカー水は、再び、ポーランドへ割上された。ポーランド分割により、1793年には、チェルカー水は、ロシア帝国に併合された。1795年には、都市となり、1797年には、キエフ県に組み入れられた。19世紀後半には、鉄道が整備され、産業が大きく発展する契機となった。 1854年には砂糖工場が、1878年にはタバコ工場が開業した。1920年1月1日には赤軍によって占領された。1922年にはウクライナ共和国に編入された。1923年から1927年にかけてはチェルカースイ地区の中央となった。 チェルカーイ地区は1927年にシェウチェン九式地区に改編されたが、チェルカーイは1930年まで引き続きその中央であった。第一次後可燃計画により産業が強化されることとなり、特に食品産業と蛍光業に力が入れられた。1950年代末からは化学産業も発展した。1954年には、 チェルカー水集が作られたが、チェルカー水はそのシュートとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。